今回はそのソウルジャパンより前のルーツでもあると思うんだけど、メンズエッグ、ヒロム君、あ、ヒロムです。ヒロキ君です。ヒロキです。そのメンズエッグの時代の話とか、メンズエッグから見たソウルジャパン、ソウルジャパンから見たメンズエッグとか、なんかそういうのを話していけたら。そう、あれはどうだったんですか？全盛期のブランドの時の。あだ、あの時は、その、売り上げは出てたけど、俺の会社25か6で、初めて。何人ぐらいいたんですか、社員は。最大12、3いたと思うんだよな。だけどもさ、なんか、かわいそうだから入れてやるよみたいな、そういうやつもいたから、そりゃ儲かんないよね。そりゃもう儲かんない。いや、でも本当にそういう読者モデルというか、うん、まあそういう超モデル本業じゃない人が雑誌に出て、うん、それで自分でブランドをやって、うん、会社をやってっていう、うん、まあ走りだったんですよね、うん、多分、時代的には。一番初めの走りはケーンが。あ、そうなんですか。ケーンがいきなり儲かってる感出してきた。あ、会社規模すごいですもんね。そう。今考えたら超名前いいだよ。24、5で新車のエスカレーター、運転手付きで乗ってさ。運転手付きだったんですか。あ、それはね、裏話があって、はい、ケーンが免許取り消しになっちゃった。で、ケーンが、日本取り消しになっちゃったけど、はい、どこだっけな、ベトナムかフィリピン行けば、ああ言ってますかね、国際免許で、向こうで取ってこっちへ乗れるんですよって言って、はい、取ってきたんだけど、それ日本じゃ使えないよって言われて、結局免許、デマだったんです。そう、免許がないまま、エスカレードが来ちゃった。あ、だから自分で運転できないから雇うしかない。でもそれはさ、見え方がさ、そうですよね。そう、あいつエスカレードの車に運転つけてるよみたいなさ、見え方になったさ。でも実際儲かったってことですよね。そうだね、ケーンの会社は儲かってたと思う。俺の会社はもう本当に人件費で全部利益が取られちゃってたから、それはもう全然利益出ない。でもそれでも十何人雇ってたのすごいですよね。あ、だからもうそう、それは相当売り上げは当たってるんですよ。まあそれがね、一番いい時の売り上げで走ってればまあ、全然大丈夫。はい、そのはずあるじゃん。そうですよね。え、何年ぐらいやってました。8年かな。すごい。でみんながちゃんといたのは2010年ぐらいまで。2005年から5年間だけだね、人がちゃんといた。で10年以降は俺もう一人で踏まず。だからその頃はもうだから、そのメンズエッグのテイストも変わり始めて。変わり始めて、そう。変わり始めて。その、どんぶり話だったところもあると思うんですけど、当時は。そう。では時代の流れっていうのはやっぱありますよね。あれある。だちょうどその、13年に一回倒産するんだけど、はい。その時にメンズエッグもなくなって、まあ、休館。メンズエッグで儲けさせてもらって、メンズエッグと共に終わった。それも何十回ぐらい読んでそうなんです。でもすごかったよね、レベルもね。まあ、だって5、6万のジャージが秒で売れちゃってたもん。すごいよ。あれすごいっすよね。考えられないですよね。うん、ハイブランドですからね。ねえ。5、6万。スタジャンとかも、ね。時代の流れだよ。ねえ、レザーも6万とかも、ね。時代ってすごいっすよね。5万と6万出せなくない、ジャージ6万。かわいいでしょ、みたいな。かわいいっすよね。まだ今はネット販売っていうのが結構定着してるじゃないですか。うん、当時なんか、10年前とかなんて、やっぱネットでそんな何万もするジャージを試着もせずに買うっていうのは結構ないと高かったのかなと思うけど、ね。すごいよね、あの勢いは。すごい。どこまでもチェイソーだったもんね。だから乱立したよね。そう、オラオラ系ブランド。そうっす。めちゃめちゃ。ましたね。もう、一気に広がって、一気にいなくなっちゃった。それじゃあ最後の方見てたらもう最後。なんか暴走族の雑誌みたいな。超の、ダッサい、なんか。わかる、その時代。ああ、こうなっちゃったか、みたいな感じが。ページもめちゃめちゃ薄い本になっちゃったし。流行ったから、やっぱそういうのが。まあまあまあ、そうですね。入ってきたりとか、こう、ダメになるっていくと、こう、最後広告そういう思考とか。全国最後の方、フライデーみたいな。薄っすよ。ああ、そうだね。そんな薄かったんですか。ラスト1個前は、もうすっごい薄かった。よくわかんない。川が流れてるうどんの広告入ってました。いや、もう枠が、埋めないといけないんだそれ、費用対効果ないでしょ、これ。そう、うどん。ないそう、全くないと思う。エッグとかメンズエッグができた頃、広告費で賄おうとしてなかったからね。そうっすよね。うん、え、そうなんですか。そう、うん。全く広告変なのばっかで、それこそ。発行部数。あ、すげえ。実売で儲けた。へぇー。すごい。で、その時に、コカ・コーラからタイアップやりましょうって来たんだけど、当時のエッグの編集長が結構ロックな人で、突っ放した。そう、電通が間に入って、はい、
コーラ、はい、コカ・コーラの広告をギャルモデル使ってみたいな、はい、それやったら行くじゃないですか。そうっすよね。そう切りますよね、結構。でもヒロム君もそうですよね。買い取らせてくれって言われて、うん、スパンたんですよ。そうね、でもあの時言っとけばよかった。何千万、何千万だったんですよ。1億1億ですか。そう、え、会社ですか。そうそう、バイアウト、はい、あ、でも俺は渋谷のカルチャーが安売りになるんで、ね、みたいな感じ突っ張られてくる。それテレビで見ました。売っとけよかったよ。いやそれで全部ヒロム君が売ったら、だってみんな幸せになったよそれ。あ、あ、負けて。会社だったんですか。そうそうそう、そう、ブランドのこと思ってました。そういう話あった、買わせてくださいみたいな。まあいろいろあるんだやっぱり。そういう話が来るんですよ。まあなんか、もっとでかい、それこそ中国に結構でかい金額で売ろうとしてた。まあ、なんかうまくいかなかった、最初。1億だったんですね。1億円プレイヤーだったんですね、そこの。いやね、まあ、そこで言ったらまたどういう人生待ってたか分かんないけど。でも、頭おかしくなっちゃうかもしれないですよね。ね。大金券手にした。20代後半でそんなこと。ヒロムが速攻使いそうじゃないですか。多分みんなどうなるぞ、なんそう、やりそうっすよね。やっぱりなんだかんだ破産してたんだって。ゴール一緒もん。ゴールは一緒だよ。じゃあ、うんなくてよかったっすね。うんなくてよかったっす。いや、でもその分楽しんでたかもしれない。今以上だ。いやー。やっぱ今でもギャル好きですか。違うんだ。さすがにもう年取って、年相応な方が好きだ。あ、本当ですか。なんかやっぱり自分が年取ったから、アラフォーの方がいい。でもひろゆくん若いから好きそうだから。いや、ファンの赤すぎるんです。怖いな、もう30代、うん、そうですね、うん、もうじゃあ20代前半の髪型は厳しいですか。あ、そうなるんですね。だって一緒に歩いてたら買ってんのかなって思うよ、うん、あ、パパ活なのか。あ、そう、でもそういう世間の目気にしなかったら。いやあ、もう違うな。じゃあもうギャルで遊びして。ギャルがいないじゃん、街に。確かに。まあ、だからその当時のメンゼック的に言うギャルはいないですよ。いないね。いないし、ちょっといたらきつくなる。あのレベル。いや、だってヤマンマネは行かないにしてもさ。確かに。きついっていう。想像するよね、隣に歩いてる。だって存在してるだけでさ、すごいなってなっちゃうわけだからさ。ああいうなんか黒ギャルみたいなのたまにメディア出てくると大体地方の、うん、そうですよね。普段、うん、あんな黒い人まずいない。いない。黒も結構地方の方が多いですもんね。そうだね。さすがにそんなさ、いかにもみたいなギャルはきついでしょ、その当時って。多分平気だね、俺は。いやいや、まず、あ、求めてね。付き合いとかは無理でしょ。まあそうか、そうなったらね、うう、なんかいろんなこと考えたらね、ワンナイトあったとしてもさ、まあ、あっちゃダメだけど。あっちゃダメだけど、まあ、あったとしても、付き合うは無理でしょ。そうだね。まあ、でも、だから、ギャルっていう概念が今はまあ違うんじゃないですかね。まあ、インスタグラムにはいるよね。インフルエンサー。まあ、なんかちょっと髪明るくて、肌白くて。明らかに、まあ、ギャルっぽいって。うん。まあ、ギャルでしょ。質は上がってるよ。だから、昔の化粧に比べたら、ごまかしが聞きづらいですもんね。まあ、でも今、アプリがすごいでしょ。アプリが怖いっすよ。やだよ。だって今、インスタで見るより、実際の方が可愛いって子いなくない？ないっすね。それでいいんですけどね。なんかマイナスに思っちゃうんですよ。そう、男はそうですよね。リアルな世界ではマイナスですけどね。でも、そのネットの世界で生きるんだったら、うん、もうそれでお金稼げるか。確かに。全くリア充じゃないっていうか、まあ、ネットで生きれば勝ちだよね。本当だから、インスタグラマーでめちゃくちゃ綺麗な子が、YouTube 始めたら全然ちゃうやんってか、みたいな。わけないんだよね。あるマジ。まあ、ウケないっていうか、そもそも顔が全然違う。そう。すごいコメント荒れちゃう。絶対やんな方がいいや。よかったやんっていう子は結構多いんだよ。へぇー。TikTok とかやばくないですか？見ます ?TikTok。動画で見る。TikTok 見るよ。見る専門で。そのなんか、そのフィルター外した前、外す前と外した後みたいなのを投稿してる人も結構いて。はいはいはい。マジで怖いなと思って。え、あれがあれなんじゃない？このフィルター前っていうのは、そういうフィルターなんじゃないの？外す前みたいな、こう、わざわざ顔にフェイスするじゃないけどさ、それ自体もできてる。ぽくない？いや、わかんない、それは。どこ？いや、あれが本当に外す前の顔だとしたら、相当 TikTok はもう、ばあちゃんの世界だ。ばあちゃんの世界でしょ、実際。うん、あと、後ろに通る人とかね、すごいイケメンになっちゃってたりするんだよね。それわかんない。知らない？知らない。なんかみんな9頭身とか10頭身になってるね。そう、すごいよ。あの世界はすごい。全然違う世界だもん。あ、見てる分には超面白い。メンゼックの時もやっぱりあの、いい思いもいっぱいしたと思うんですけど、うん、悪いやつにもこんな怖い目あったとかないですか？俺もいっぱいあってる。あ、そうですか。
どっちが比率は、もうこんないっぱい女抱けるけど。すごい気持ちが、毎日気持ちが不良にやると辛いわ。はい。今日ギャルとアポれたわ、みたいな。なんかずっと共存してたから。それで天秤がちょうど取れてたんです。毎回こう、一流してる。なんか毎日が、あれだよね、アクティブに。濃い人生ってことです。濃いよね。なんかそれは絡まれるんですか？渋谷歩いてる絡まれるんですか？絡まれた。いっぱいありますもんね。そう。で、ベンゼックできたぐらいから、はい、もう絡まれるっていうのは多分だいぶ減ってる。あ、この2年ぐらいが全然違くて。あ、ベンゼックができる前。まあ、エッグって。エッグができて、ベンゼックができる、まあ、エッグがバズったのは97年頃から。で、ベンゼックできたのは99年。はい、この2年間に、で出てた男も絶対絡まれてる。すげえ。呼ばれるんですか？狙われる。待ち受けさ。狙われたの。ここまで呼ばれたのもあったし、知らばんで、まあ、家の前で待ってると殺すぞ、みたいな。なんで殺されてるんですか？いや、だからもう。目立ってるから。そう。その不良じゃないのになんで目立ってるの、うん、っていう考えだから。やばい、それ無理だな。俺は無理だな。それだったらきつかったでしょ。うん。もう静かに暮らす。一度でもあったらそんなこと。でもなんかその邪魔はなかったけど。何にもなかったね。だからもう時代がさ、そうですよね。そのもうメンゼックぐらいではなくなってきたと思ってたから、うん、そういう人たちが、まあ俺らが金になるって分かったから。ああ。そうそうそう。それでこう、そうイベントを。そうそう。ああ。そういうのに協力するよう。まあ、喧嘩とかじゃなくて、うん。まあ、まあ、利用しよう。利用かるぞ、みたいな。そう。っていうので、まあ、守ってくれる側になった。ああ、なるほど。となると、ほら、もう大丈夫、はい、うん。そこまで行くのが大変だ。向こうからしたら、東京の人たちからしたら、俺ら埼玉の、はい、どこの誰だか分かんないのが出てきて、はい、俺もさ東京の知り合いがいたわけじゃないから、はい、えってなるじゃん。怖えってなって。はい、そうっすよね。そう。だから、97年から多分2年弱渋谷に行ってないけど。嘘、うん、怖かった。いや、すごいことですね。行かないですね。あの、僕も。渋谷駅行っても、絶対センター街とかあるから。はい、あっちの。遠回りして。あの、明治神宮の方に向かうというか、まあ、原宿方面に向かうというか。なるべく渋谷は使いたくないから、原宿で降りて。そっちの方に。渋谷の雑誌なの。まあ、渋谷の雑誌だからこそだよね。そうだね。それはね。編集部がほら、市ヶ谷だった。あ、そうなんですか。そう、当時。あそこじゃない。でも撮影で渋谷とかになると、ちょっと嫌だった。怖かった。でも、一番やばかったのは何ですか？これじゃ、ここじゃ言えないやつだ。ビニール袋かぶされちゃう。そこまではないけど、拉致？拉致もないけど、本当にやられんだなっていうのがあった、もう。なんかストリートって感じじゃん。その2年間の話したのさ、その渋谷を歩けないとか、そう歩けない。なかったからね。怖かった。まあ、時代的なところだけど。そうやっぱ、あれそうなのね、ないんだね。なんかもう全然関係ない上の。東京じゃないけど、やっぱ地方だとあったんだね、そうじゃない。少なからずね。たぶん、なんかやられたみたいな話は、なんか聞いたことあるよね。でもなんか、基本的にはやっぱ、つながりはあるんで、うん、悪い人とつながりあるんで、まあ、よほど身内内のなんかとかじゃないから、うん、そんなにないんじゃない、うん、全くそういう何もなくて、知らない不良関係とか、全くヤンキース友達いなくて、うん、出てますって、そんないないよ。そうだね。それは狙れるわね。それだって、それだって、なんだこいつね。どうも誰だみたいになると。知らねえよみたいな、ね。なると思うんですけど、なんかつながりはあると思うんで、うん、むしろだから、それこそ地方とか行くと、暴走族の子たちがさ、うん、寄ってきてくれるぐらいの感じですかね。うん、普通だったら絡まれるわけわからんけど。寄ってきてくれたらいいですね。うん、俺らはあれで絡まれてる。うわなんかやっぱギャル王っていうのとなんか、ちょっと違うかもしれない。うん、だどっちかというと不良売りにしたやつ、完全に、ソルジャパンって。うん、大体みんなそういう地方行って絡んでくる人って、ね、仲良くしてんだよね。結果的にね。結果はそうです。ちょっと話すといいやつじゃんみたいな。すんごいこう、180度。友達になりたかったんだろうな、みたいな。結構俺、相手知ってるぜって。電話来ますもんね。そうそう、電話来てた当時よく夜中に。あ今さ、ちょっとお前のこと知ってるってやついるから。ありそう。ああ、わかりました。つって、この知らないお姉ちゃんなんて。はじめまして、こんにちは。なんて。ありそう。それで、一番低くっすもんね。そう。その人からしたら。
いや、だから急に俺らもさ、だからいきなりソウルジャパン出てきてさ、うん、まあ渋谷にもともといたけど、うん、雑誌とか やってなかったわけじゃん。どっちかさ、みんなと仲良くするっていう感じのスタイルじゃなかったんですよ、うん。まあ、俺たちがそのレベルっていうブランドは。まあ、自分たちが作ってた部分もあるかもしれないけど、なんかちょっと壁があるなっていうのを感じてました。うん、なんか壁があるっていうの。でもよく飲んでたじゃん。まあまあ飲んでた、ヒロムがよく飲んでたんですけど、そう。なんかいろんな人がいる中で、なんかいい、よく思ってなさそうだなっていうのは、なんかでもさ、ちょいちょい、つきにくいんじゃないだって、なんか。そうそう。見た目もこんな入れ墨出しちゃってて。そもそも、うん、そう、近寄りがたいオーラ出してたもんね。そう、わざと癖あるです、ね。まあそう、それもだから あるんだけど、それで、そう感じた。そうですよね、それはないよって話ですよね。まあ、人のせいにしないですよ。人のせいにしないですよ。そうですよ。でも商売敵だと思ってる人たちいっぱいいたと思う。メンゼクカルちゃんの話していきなりオラオラの空が売り始めたな。いや、でもそれもないしょ。だってもうそうなったらそうなって、みんなそこら辺のさ、ブランドは本当石川遼さんところ以外は全部そっち系に走ってるね。そうですね。ワークっぽい。ワークっぽいさ。ああ。もちろんそういうギャルワークもあって、別のブランド、はい、同じ会社が作る、はい。オラオラに向けたさ。ああ。だから全然そういうのもないしょ。ああ、そっか。ヒロム君がブランドをね、NSHT。アクセサリーとまあサングラス。まあ今、ほとんどサングラスメイン。やってるんで、うん、概要欄にそれ載せておきますんで。めっちゃ人気ですもんね、だって。品質が高いよね。ありがとうございます。めっちゃ有名人つけてますもんね。うん。漏れる。キャラが面白い。漏れる。これいくらにしてくれるんでしたっけ。これで、ね、いいのこれ来たと。それは、これは言えない。言っちゃった。いや、欲しいよ。指輪も欲しい。指輪セットで買うんで、なんとか。ああ、そうね。セットでセット価格してくれるんですか。ここで交渉すんだよ。待ってたのよ、待ってたのよ。という感じで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。